ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。今回はジムニー JA22W のドリンクホルダーを購入したので、取り付けと実際使ってみての感想動画となっております。ドリンクホルダー購入を検討している方の参考になればと思います。今回 Amazon でこちらのドリンクホルダーを購入しました。購入した理由としては3つあります。1つ目はエアコンの吹き出し口に取り付けられるという点です。2つ目はいろいろなカップの形状に対応しているという点です。3つ目は使わないときにコンパクトになるという点です。早速取扱説明書を見ながら組み立てていきます。まずドリンクホルダーに固定するための爪をつけていきます。反対側もつけていきます。ガタつき防止のための緩衝材もついていました。とりあえず今回はつけないで様子を見ます。こんな感じでエアコンルーバーを外してつけてみました。このダイヤルを回して爪とエアコンルーバーをしっかり固定していきます。固定できたので早速車に取り付けていきたいと思います。こんな感じで運転席側に取り付けてみました。隙間はほぼなくてぴったり収まっています。使わない時はこんな感じで収納できるのですっきりして良さそうです。右のウインカーをつけるときに小指が当たりそうなので、ハンドルとの距離を測ってみようと思います。ホルダーを閉じた状態であればハンドルとの距離は12センチです。ホルダーからウインカーの距離は6センチです。ホルダーを開けた状態にしていきます。ハンドルまでの距離は3センチで、ウインカーまでの距離が1センチないです。左にウインカーをつけるとこのように当たってしまいます。これだとさすがに不便なので真ん中に移動させてみようと思います。今気づきましたが、この爪が動いて缶もペットボトルも対応できるようです。お気づきでしょうか。エアコンのスライド式のスイッチとホルダーが干渉してしまっています。こんな感じで手が当たってしまいます。こんな感じでつけたり外したりしていたら、エアコンルーバーがこんな感じで割れてしまったので、このドリンクホルダーは一旦保留にして、おとなしくこちらの真ん中のくぼみに置くことにしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。